シセル・キリストと天使は、イタリアのマニエリスムキの画家、ロッソ・フィオレンティーノが1525から1526年頃に描いた板上の油彩画である。19世紀初頭に、スペインのカルロス4世がイタリアで購入し、その後スペイン王室の何人かの所有者を経て、1958年にニューヨークの画商の手に渡った。1958年以降、 ボストン美術館に所蔵されている。本作はバザーリの画家、彫刻家、建築家列伝で言及されている二人の天使に支えられたシセルキリストのカンバス画であると伝統的に考えられている。しかし本作とバザーリが言及している作品では天使の数は一致していない。バザーリによると作品は教皇クレメンス7世の宮廷にいた。 フィレンツェの後位聖職者の一人であるサンセポルクロの司教、レオナルド・トルナブオーニのために制作された。バザーリは作品がどの場所のために制作されたかは明らかにしなかった。ローマ略略の時点にはロッソの工房にあったが、その後、サンロレンツオ・イン・コロンナ修道院のフィレンツェの姉妹修道院であるマリアマ・マッダレーナ修道院に委託された。 https://collections.mfa.org/.objects/.33615? ザデット、クリストウィズエンジェルス。collections.mfa.org2020 年5月18日、閲覧。ありがとうございます。